Hello Beautiful 今日はイベント開催するときに意識することそしてこれは恋愛でも通用することそれについて今日はお話ししていきますなのでこれはワークショップを開催したいと思う人だけのライブではなくてこれは最高の恋愛をしたい方にも通用するエッセンスが今日お話しします All right. so, これからワークショップイベントを開催したいあなたへそしてこ,あのこれから最高の恋愛人間関係を築きたいあなたへのライブです And today I wanna celebrate. 今日お祝いしたいのが、このライブを聞くだけで、もっと自分が人との接し方が変わってくる。そして人ともっとつながりを感じられる。そして人が安心できる接し方に入れる次元にみんながいる。So I'm celebrating you for that.Hello!Alright. じゃあね、これからお話ししていくね、イベント開催するときに意識すること。まず、それを、じゃあシェアする前に、私が感じたこと。私が今までイベントを、ああ、私が今までね、参加者としてイベント開、イベント行ったときに、まだ覚えてるのが、すごいなんか机だけのワークショップ行ったことある人いるかなで、これ録画聞いてる人も、なんかわかるっていう人は111って書いて。 今まで私がワークショップ行った中は、なんか結構勉強とか机の上とか、ある意味、右脳ではなくて、左脳を使うような空間に私いたの。とても男性性的エネルギーで、とてもロジカルで、えん、それは私にとってつまらなかったの。ワクワクもしなかったし、何か足りない。 そしてそういう空間に私がいた時感じたことなんか私と先生私と講師私とそのリトリート的なファシリテーターだけの関係で私と仲間っていうこの仲間があんまり感じなかった仲間意識これ共感できる人いちいちいちって書いて 私は、そういうワークショップに行ったことがあるのね。そしてそういうイベントにも行ったことあるし、そういうリトリートにも行ったことがあるの。And then, ま、それが当たり前で、それしか私知らなかったから、ふーんと終わってたの。ただ、それは、that doesn't have to be your truth。それは自分の、それだけの世界じゃなくても大丈夫。それ以上のものがあるんだっていうことは知ってもらいたい。Wow! はいのこと マコトを変えたのね名前マコトワンネス I ービューティフォーイロ e name。うんなのでこの今回このライブでお話しする内容そして今回の私のファシリテーションスキルのトレーニングっていうものはそういうサノーサノーロジカルロジカルロジカル机の上だけで学ぶものっていう空間ではなくてそれ以上のものなの いや。で、だからこそ変化が起きやすいの。だからこそ私はワークショップを開催するときに、りんちゃんみたいな空間を初めてって言われるのはそういう理由なの。じゃあ具体的にね、意識すること。これからお話ししていくから、内観ノートがある人は内観ノートでぜひぜひ書き留めてください。 うんでじゃあ意識することある意味チェックリストね自分がイベント開催する時またはこれから開催する時この3つを自分に聞いてもらいたい最初に一つはベストフレンドクライアント自分のベストフレンドの参加者受講者に関してもらいたいあり方に自分がまずいますか とっても基本なんだけれども意外とそれを忘れてしまう人が多いもう一度言うね忘れてしまうまたはそれを考えていない人も多いの自分のベストフレンドクライエント参加者受講者が感じてもらいたい感情を自分がまずはそのあり方を持っていますかそのあり方でワークショップに誕生していますか そしてそのあり方で自分は生きていますか自分のライフスタイルはそうですかこれ聞いたことある人、または聞いたことない人、聞いたことない人、二2 2って書いてみて。それを感じたこともなかったって。自分が自分のライフスタイルで体現していなければ、 教えることもある意味難しいし、説得力もないし、it's gonna be hard. だからこそ、まずはベストフ,フレンドクライアントに感じてもらいたいことを、まずは自分が体現していること、自分のライフスタイルでもそれを感じれていること、そしてそれを、あの自分のワークショップ開催する前にちゃんと感じれてるかどうか。私は、一番最初の頃は自分に余裕がなくて、 セルフラブのワークショップを開催していてもそこまでセルフラブができていない自分もいたそしてワークショップイベントを開催するときは自分が焦っていてまたは自分がどうしようどうしようって悩んでしまって ベストフレンドクライアントたちが感じたい感情を持ちながら、私がイベントを開催することはできてなかった。なので、まず一つは自分のあり方に意識してもらいたい。So, taking a deep a into, ベストフレンドクライアントたちが感じたい感情を私は知っている。私は決めていて、私はし決めていて、それに導けている。 それに深呼吸はあ次自分のスペースホールディングにグループ同士仲間同士がつながりを感じれているプラクティスを導入していますか導入していますか 結構多いのはイベントを開催してもワークショップを開催しても先生と生徒の関係はあるただ生徒ど生徒という言葉好きではないけれどもそこで集まった魂同士のつながりをつ,つながりの 機会をあなたは与えていますかそういうつながりを感じれる空間をあなたは作れていますかそのエネルギーをあなたは作れてますかでこのエネルギーっていうのはイベント開催する前から始まってるよねメッセージするところでもすでに始まってるよね それをあなたはできていますか私は最初はそれができていなかっただって知らなかったからあなたのイベントのエネルギーはイベントが開催する前,する前から始まっていますその意識であなたはイベントを開催していますか so, ?Breathing into ススペースホーホルディングファシリテーターっていうものはイベント開催する前から始まっているそのエネルギーのなんかクリエイターが私なんだに深呼吸あそしてこれを聞いていく中何か感じたこと思ったことがある人はぜひぜひ コメントに書いいてくださいそしてこれは後に聞いているみんな I hear you, I see you 思ったこともコメントに書いたり私に DM してみてね I wanna know y o u じゃあ次3つ目自分がイベントを開催する時 参加しているあなたのベストフレンドクライエンスたちの女性性開花をしている状態をあなたは作っていますかなぜイベントを開催する時とか受ける側は女性性開花することが大切かっていうと女性性開花イコール需要度 受け入れる力がとってもマックスになっているよね。受け入れることができるよね。それが女性性だよね。うちなる女性性っていうのは女らしいとかではなくて、情報を吸収しやすい。心が開いている状態。アンテナが広く広がっている状態。需要度が高い状態。そのエネルギーへ、あなたは、 ベストフレンドクライエントを導いていけてますかそういうプラクティスをあなたは彼女たちに自然と与えていますか私が今までねとても今から考えると男性的なエネルギー講師と私だけの関係とか一方的なワークショップ 机に座るだけのワークショップ。そういうワークショップイベントに開催するときは結構もう話すところから始まる。頭の世界から始まる。頭の空間の中にみんながいる。そして私もいる。そういう始まり方だと自分は受け入れる力あまりないよね。だからこそ まずは自分のベストフレンクライアントたちに女性性開花した状態を作っていくことが大事それをあなたはしていますかこの三つこの3つを意識してみんなにワークショップを開催してもらいたいこの3つを意識して開催することによって ベストフレンクライエントからもっとあなたのイベントに参加したい。あなたのもう本当に空間で人生変わったって言えるような空間づくりをあなたができるの。そして、ではじゃあこのライブを聞いただけでそうなれるかというとやっぱり違うよね。もっとこれ深いよね。その深さを学びたい方は私のファシリテーションコースをおすすめします。 このコースを受けることによって、心強く自分がファシリエテートで,できる。だからよ、だからこそ、自分の心の余裕が持てて、もっとみんなのためのワークショップを開催することができる。人から、あなたは選ん、選んでよかったって言えるような空間づくりができる。あなたたしかいないっていう空間づくりができる。そういう空間づくりを、私は、 みんなにできるためにセルフスタディコース、そして対面またはオンラインサポートをしています。このセルフスタディコースでは、You're going to learn そのスペースホールディングのマインドセット、そしてスペースホールディングやっていく中でできるプラクティス、心をみんながね、開かすようなプラクティスっていうのを学んでいきます。そしてリチュアル。 スペースホールディングをする前のリチュアルしている間のリチュアルそしてした後にリチュアルこういうことをすることによって You're going to be the best space holding ever space holder ever yeah なのでもっとこれについて知りたい方は私にメッセージしてください または相談してください。I'm here to answer you.So,、mm. thank you for listening to my l i v e ライブを聞いてくれてありがとう。あ、そしてこれはね、タイトルは恋愛と同じっていうタイトルだったんだけれども、本当に恋愛と同じ。恋愛もそうだよね。あなたの パートナーに感じてもらいたいことあなたはしていますかまあこれはちょっと今お話しした内容を恋愛パートナーとして復讐するようなイメージ。Okay? パートナーに感じてもらいたいことあなたはしていますかそういうあり方でいいですか どういうことかっていうと自分のパートナーに例えば安らかさを感じてもらいたいとか愛情たっぷりさを感じてもらいたいっていうのであればまず自分はそういう存在か自分に対して愛情たっぷりいや自分に対して愛情たっぷりでなければやっぱり相手に批判的な言葉をしてしまうよね否定的な言葉をしてしまうよねだからこそ自分のあり方はそういうあり方ですかそれがナンバー1ナン1ーツ2 スペースホールディングのチェックリストとしてはグループとのつながりを感じていますかあなたもパートナーとのつながりを感じているプラクティスをしていますかもちろんそういう習慣やプラクティスをしていなければパートナーと感じることもできないよね。深い関係になれないよね。 The same. 同じだよそして3つ目、うん、スペースホールディングは相手が女性性開花した状態にしている女性性開花ができるプラクティスはしていますか恋愛も同じ相手が壁があったら 壁がある状態って女性性開花されてない状態だよね。心の壁があったら女性性開花されていない状態。自分のパートナーの心の壁がない状態をはず心の壁を外すようなプラクティスを相手にシェアしていますか具体的にどういうことかっていうと、例えば自分の恋愛のパートナーに対して まあ、とっても分かりやすかったらあとても分かりやすい例,例だとうん例えば目を見つめ合って話し合うとか目を見つめ合うだけで女性性開花されるよね心の壁心のこの強がっているものが ふわーってて溶けていくよねそういうものは自分は自分のパートナーに与えていますかハロー今日会えるの楽しみだよ <laughs> そういう形でなんとイベ,イベント開催する時のスペースホールディングっていうのは恋愛ともつながっているんだよっていうのを今ここまででシェアしていきました 深くこれを学びたい方はぜひイベント開催イベントスペースホールディングトレーニングに入ってくださいそして私の,あのプログラムに開催プログラムにでに参加している人はディスカウントもあるのでぜひぜひサイトのリンクに行ってください I love you thank you so much 今日このライブを聴くことによってどんどんみんなの みんなとみんながこれから影響していく人たちの幸せが深まりますように。I love you so much.Thank you.